はい、卵を。てか、この卵食べれるんやね。なんか食べるっていう項目があってびっくりしたんやけど。ちょ、イカ逃がそうっと。ごめんね、海水じゃないけど。死ぬかもしれない。ほい、ということで、今回もやっていきたいと思います。ってことで、なんかマイルが。どれ？あ、これか。収納のプラ、収納のプロは暮らしのプロ。イェーイ。肩書き、隠しきれてない才能、たぬきマイル1000マイルゲット。やった。また一気に増えた。いいね、いいね。でさ、なんかたぬきち、前になんか話があるみたいなこと言わなかったっけ？ちょっとそれを聞きに、行こうと。よいしょー。お、たぬきちがちゃんと仕事しよる。なんか不思議な感じ。錆びたパーツ。まあ、ゴミみたいなものがいっぱいあるわけやね。よし。やあ、たぬきち。ちょ。ふざけた格好しとるけど。私。アイナさん。どうもどうも。こちらは建築相談カウンターだもん。どういったご用件だろも？何をすればいい？お。それじゃあ、プロジェクト経営の最後の大仕事について説明させてもらうだもん。島の中と外、両方からの評判を集められるようになった今、やるべきことはとにもかくにも評判アップなんだもん。島の評判は静江さんに取りまとめてもらってるから、最新の情報は彼女に聞いてみてね。具体的な評判アップのためのアドバイスも、静江さんの方が的確だと思うけど、簡単に言うと、移住者を増やしつつ、島の景観を整えて、アイラ島を最高に魅力的な場所にするんだもん。インフラ整備はもちろん、植物や家具で島の景観をいい感じに整えていこうね。それじゃ、よろしくだなもん。じゃあちょ、静江さんに、島の、聞いていきましょうか、評判を。ようこそ、アイナさん。改めまして、私は静江と申します。今後ともよろしくお願いいたしますね。こちらのカウンターでは主に、住民の方や島での暮らし全般に関わることの相談をお受けしております。詳しくはまた、それぞれの相談の折にご説明させていただきますので、ご安心くださいね。静江さんのさ、なんか机の横にかかっとるのお弁当かな。ということで、せっかくいらしたついでに何か相談していかれますか？相談します。はい、お任せください。それでは、本日はどのようなご相談でしょうか？島の評判について。まあ、早速島の評判のことを気にかけてくださり、ありがとうございます。ではまず、島の評判のシステムについてご説明しておきますね。アイラ島の評判は、島の内外の方の声を無作為に集めたもので、5段階の評価となっています。確かね、トタキキが来るようになるのが、星かどうかわからんけど、3段階まで上がったら、なんか来てくれるんじゃなかったかな？評判を高めるためには、発展度、自然、魅力の3つのバランスが重要になります。住民の数や施設、インフラの充実度、程よく手入れされた自然環境に美しく飾られた景観。そういった環境が整うと、おのずと評判も上がるはずですよ。ちなみに今の時点での評判は、一つ星です。うわ、全然。まだまだ今後の成長に期待されている状況です。具体的に寄せられたご感想の例を読み上げますと、人と幽霊が少ないのが魅力です。肝っ玉の小さい私がありのままでいられる唯一の場所です。幽霊？まあ、人は私しかおらんけど。幽霊？とのことです。この方はある意味喜んでおられますが、住民が少なかったり話題性がないと評判が得られないんですよね。何よりこちらの感想もこの方からばかりなんです。え、マジでどんだけ送りよん、その人。誰？この方には申し訳ないですが、評判を上げるためには、まず住民を増やして、もっと声を集めるのがいいと思います。住民を増やすには、この島のどこかに売り土地を設けて、移住してくれる方を募集する必要があります。売り土地の確保を希望される場合は、たぬきちさんのカウンターで、インフラ整備についてご相談くださいね。以上になります。また島の評判を気になりたいときは、お気軽にお尋ねくださいね。ちなみに、他にも何かご相談ございますか？いや、大丈夫です。わかりました。また何かございましたら、お気軽にご相談くださいね。了解。何か交換できるもんあるかな？タヌキ開発マルチメディア端末、タヌポートでございます。1日1回のタヌポートへのアクセス特典マイルを付与いたします。2日連続ボーナス80マイル。おぉ、4000円いった。ということで、タヌキマイル交換。何がよろしいかしら。この辺のはでも、設置したら後から普通に戻すことはできるよね。電話ボックスこれおしゃれ。え、めっちゃおしゃれ。え、この電話ボックスさ、案内所の近くに
つけん。絶対可愛い。電話ボックスは2400マイルになります。交換いたしますか？交換します。ね、あの広場の近くやったらちょっと合いそうな感じすることない？他は大丈夫。ご利用ありがとうございました。さあ、ということで。ということで。あ、てかあれなんかな、インフラ整備で家の場所を確保せんかったら、もう住民が増えることはないということなんかな。か、見てこれ。これ誰やった？ライオネルやっけ？か、誰かの家。おしゃれ。おー、なんか、だいぶ整っとるね。すごい、ジャグジーとかあるやん。あ、アイナくん、この間、キャンプサイトでここへの移住を誘ってくれてありがとう。僕はすっかりアイナ島の虜さ。ここは本当に心が休む楽園だね。そんな島の一員になれて光栄さ。まだ不慣れな点が多いけど、お手柔らかに頼むよ、まさしく。まあまあまあ、なんか家の中はめちゃくちゃ好き。良きだね。じゃあとりあえずインフラ整備で整えた方がいいんかな。掃除中。たぬきちもちょっとは掃除しなよ。どうも。アイナさん、どうもどうも。こちらは建築相談カウンターだもん。どういったご用件だのも？インフラ整備の相談。インフラ整備の相談だもんね。今ならこういう相談乗れるけど、具体的には何をご希望だのも？土地を売り出す。新しい住宅用の売り土地を探してきてくれるんだもんね。手数料で、高くね。高くね。ちょっとびっくりしたんやけど。1万ベル？いや、ちょっとまたにします。了解だなも、島に売り立ちが一つもない時には新しい移住者の募集もストップするから、また時間がある時にでも売り立ち探しに協力しちょうだいね。そういう感じなんや。ちなみに他にも何かご相談あるだなも？じゃあ橋とかは？これも先払い？全部先払いなんかな？ちょっと待って、橋や坂の相談。お、橋や坂に興味があるのかな？新しくなったアイナ島案内所では、移住プランのオプションコースとして、追加の橋や坂の設置を受け付けているだろう。これは、数の制限はあるんかな？大掛かりな工事が必要で、費用も高額だけど、島のみんなの寄付で支払ってもらえるから、待ち合わせがなくても安心して相談してね。あ、これはやっぱり、埴輪の募金のやつ？まあ、寄付のやつなんや。今回も。ただし、一度に進められる工事は、橋も坂も合わせて一件だけだから、相談は計画的にお願いするだろも。それじゃあ早速だけど、橋や坂についての相談をするだろも。あ、じゃあ橋を架けたい。お、新しい橋が欲しいのかな。橋が架かれば、川を挟んだ土地の行き来がとっても楽になるだろも。じゃあ、カタログから好きな橋を選んでね。まあ、橋はね、統一したいなとは思うよね。全体的に。レンガの橋。今かけとるのどれ？今あれか。え、今丸太？かな。え、私、レンガの橋がいい。レンガの橋がいい。え、でもなんかな、全体的な雰囲気を見たらどんな感じなんやろ。吊り橋。石。木製。レンガ。なんか、橋だけを見たらこのレンガの橋が私は、余裕でいいんやけど。いいんやけど。ただ全体の雰囲気を見たときに、吊り橋。石の橋かな？石の橋にする。石の橋だね。じゃあこの橋の設置工事を進めても大丈夫かな？お願いします。はいはい。じゃあ橋を作りたい場所をアイナさん自身で選んできてほしいんだなも。場所を確保するための橋予定セットをポケットに入れておいたから、好きなところにセットしてきてね。橋が架けられそうな川岸で使えば、どんな感じに橋が作られるか、イメージが膨らむと思うだろも。うんうん。了解です。じゃあ、この橋と坂があったら、もう橋ごと、棒がいらんくなるわけやね。びっくりした。誰かと思ったよ。あっち側には普通に渡って、いや、行けんよね。こっち側にしよっかな、公園作るの。じゃあちょっとこの辺に橋が欲しい。どう？石の橋の場所ここにしようかな。想像してみる。
え、じゃあここにする。オッケー。おお、ハニワくんや。橋を架ける場所を決めた。新しい土地への架け橋だ。久々の、お、なんだなんだ。スマホが鳴っている。もしもし、アイナさん。たぬきすらも。石の橋を建てるのに良さそうな場所は見つかったかな。いいとこあったよ。バッチリ見つけたよ。おお、それは良かっただなも。それで工事のための募金のことだけど、キッドと一緒に設置してくれた埴輪くんが担当してくれるだもん。島のみんなにちょっとずつ設置費用を募金してもらって、目標額に達したら工事を始めるだなも。設置してもらったってことは埴輪くんは生きてはいないのか。もちろんアイラさん自身がガッツリ寄付してくれてもいいからね。そうしないとなかなか集まらないし、多分私がほぼ全額行くと思う。ともかく設置費用を寄付するときは埴輪くんまでよろしくだなも。それじゃあね。了解です。そしてちょっとふわふわと漂っているそこのプレゼント。さあ中身は。お、イースターの柵増えた増えた。レシピ、ふんふん。イースターの柵のレシピを覚えた。さあで柵はどう作るんだ。イースターの柵、あ、かわいい。全体的に一個ずつってことかな。1,2,3,4,5,6 種、6種類全部1個ずつやね。うんうん。はい、なんでしょう、ハンナちゃん。ねえねえ、今度はあんた、島の評判を上げるための活動に協力してるんだってね、だってね。うんうんうん。アイナ島が有名になったら、うちも島民として鼻が高いよ。そうだ。あんたにばっかり任せっぱなしも悪いし、うちもできることがあれば協力するよ。例えばさ、島の評判を上げるんだったら、島にいい感じの観光スポットがあるといいと思うんだ。今はあいにく、あんたも荷物いっぱい抱えて大変そうだし、うちもこれといって差し入れられるものも持ち歩いてないけど、また何か島おこしに良さそうなものが手に入ったら、あんたに託すとするよ、だってね。これは持ち物がいっぱいじゃなければ何かくれたんじゃないかと、ちょっと思ったんだけど、どうだ。いいよ。観光スポット、え、私ね、公園を作ろうと思ってまして、まあ、それが観光スポットになるかどうかはわからんけど。はい、卵を。てか、この卵食べれるんやね。なんか食べるっていう項目があってびっくりしたんやけど。ちょ、イカ逃がそうっと。ごめんね、海水じゃないけど。死ぬかもしれない。死ぬかもしれない。普通に。あと、岩を、叩きます。で、ああ。穴を掘ってしまった。卵は卵。あ、出た。おっしゃ、来たー。待って、この辺別に、今取る必要は、ないのでは。まあ、後からまた回収するとして、入れ替えます。石。あ、あやて2って出るんやね、ちゃんと。さあ、でもこれで、柵が作れるはず。よいしょー。DIY で何か作ろっかな。作ります。ってことでこれ。イースターの柵。絶対可愛いやつ。イースターの柵ができた。あ、でもなんかこれでさ、こういうなんかイベントごとがあるときに、それをなんか展示するような場所っていうのもあったら面白そうよね。そのイベントで展示するものが変わるっていうの。まあ、めんどくさがりの私ができるかどうかはわからんけれど。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。最終的にさ、イースターの DIY レシピは、なんかあるんやろうね。なんか言ってくれてないけんよくわからんねえけど、全部作りたいよね、作れるんなら。